どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またお人形さんでやったんですけど、こう暑い日にぴったりなアレンジをちょっとやってみました。まあ普通にちょっとやっぱこう首が出てたりとかすると結構涼しいかなと思うんですけど、まあ普通にポニーテールでちょっとこうヘアアクセをつけて簡単には作ったんですけど、ちょっとワンポイントで、この辺にもこう動きがちょっと出てるようにちょっと作ってるんですけど、すごく簡単にできて時短でできて不器用な方でも簡単に作れるかなと、なおかつ可愛いみたいな感じでちょっとやってみましたので、まあ暑い日もうこれから多分今めっちゃ暑いと思うんですけど、暑い日に向けてよかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。はい、じゃあ始めます。まずケラスターゼのオイルをつけていきます。ある程度乾燥している方だけでいいかなと思うので、まとまりやすい方は何もつけなくても大丈夫です。次にブラシで全体を溶かしていきます。で全体溶かし終わったら、襟足の髪の毛ですねを、まあ大体このぐらいの感じで下ろしといて、残りの髪の毛を後ろでまとめちゃいます。ゴムで縛っていきます。でまとめる位置なんですけど、まあ大体後頭部ぐらいでいいかなと思いますので、後頭部ぐらいでまとめてください。でここでゴムの部分を持ちながら少し表面の部分をボリューム出していきます。頭の形が少し良くなるように、丸みが出るようになれば OK です。で次に襟足の髪の毛ですねをまとめてゴムの部分に巻きつけていきます。こうすることによってゴムがしっかりと隠れてくれます。でこの上からこのクリップタイプのヘアアクセをしっかりとつけます。で余裕があればここの部分を持ちながら、この巻きつけたところを少しだけボリューム出していきます。あとはお好みでコテで毛先の部分を細かく持ちながら巻いていきます。表面の部分とかはちょっと強めで巻いていってあげるとバランスは綺麗になるかなと思います。で内側もこう大雑把にとって軽く動きが出るぐらいで大丈夫かなと思います。はい、こんな感じで仕上がりました。結構首元もすっきりして涼しげなアレンジに見えるかなと思います。暑い日にぴったりですので、よかったら参考にしてみてください。